虹にニニタギルは、ロシア連邦のスベルドロフスク州にある、高工業都市で、鉄鋼山や製鉄、戦車製造で知られる。人口は39万498人。ウラル山脈の東斜面に位置し、標高は200メートル。山脈の分水海に沿って走るヨーロッパとアジアの、境界線上からは25キロメートルほど東にあり、ロシアのアジア側に属する。 リシャさんから見下ろす虹、ニタギルの市街地と、工場群。ニジネタニリスキー湖の湖畔に広がっている虹ニ,ニタギル市の面積は4,106平方キロメートルである。2008年4月1日に、周囲の町村を合併するまでの旧市域面積は298平方キロメートルであり、南北に22キロメートル、東西に21キロメートルにわたって広がり、川や、 湖などの水面が市の面積の3分の1を占めていた。虹にたギるの気候は大陸性気候であり、冬は厳しく夏は短い。年平均気温はマイナス0.3度で、夏の最高気温は37度にもなる一方、冬はマイナス49度まで下がったことがある。旧市域の標高は海抜百七十メートルから百八十メートルと比較的低く。 現在の地域にあるウラル山脈の分水海も平均標高は400メートルから500メートルで700メートルを超える山頂はわずかしかない。いくつかの山は険しい岩の峰になっており、ウラル山脈中部でも独特の景観をなしている。市の東部は平坦で次第に西シベリア低地へと変遷してゆく。 地質学的構造は複雑であるため非常に多くの種類の鉱物が採取される。この周囲の交渉からは63種類もの元素が含まれている。地域の西部は鉱山と森林が多く、東部は森林と牧草地が多い。この地方には大きな河川はない。主な川はタギル川で多数の支流を集めながら北東へ流れ、プラ川に合流し、最終的には おびがえと注いでいる。市街地は、かつての火山であるリシャー山の周りに広がり、この山が街のシンボルになっており、頂上には展望台が立つ。その他、市の北側には、メドベドイコールカメに山があり、切り立った岩の崖がタギル川に面して立つ。市街地は三区に分かれており、市の中心とにじネタギリスキー湖は、レニンスキー区にある。タギルストロエフスキー区は、 市の北にあり、ジェルジンスキー区は市の東側のアパートや住宅の地区となる。市内の面積の多くを重工業などの工場が占めている。鉄道と高速道路が四方へと伸びている。州都エカテリンブルクは1 3 0キロメートル南にあり、セロフとプリオビエは北に、ペルミは西に、アラパエフスクとベルフニャやサルダは東に位置する。 市街地の北東1 7トルの位置に去る下空港がある。この空港は1994年まで空軍基地であったが、現在は民間空港になっている。製鉄所デミードフ家による創立以来の歴史を持つシベリアの征服を始めたコサックの首領イエルマークチモフェービチは16世紀末に現在の虹にたぎる近郊二軍を駐留させている。 ウラル山脈の標高が低い。この周辺からロシア人はアジアへ向けて進出していった。虹にタキルの町の歴史は1696年にビソコゴルスキー鉄鉱山が開かれた時に始まる。この鉱山は極めて豊かな鉱山で特に純度の高い自鉄鉱の鉱脈があった。また周囲には鉄を運び出すための河川、燃料となる木材を生み出す森林など、 鉄の採掘と精錬に適した地形や環境が広がっていた。町の成立は1722年10月8日となっている。この日、ビースキー精錬所が中鉄生産を開始した。トゥーラの鍛冶屋であったニキータデミードフは、ピョートル大帝の支援を受けて、武器工場や金属精錬工場をトゥーラに建て、さらにエカテリンブルクなど、ウラル山脈の各地に、 鉱山や精錬所を開発したが、ニジニタギルもその一つだった。1830年代にチェレパノフ親子が作った、ロシア最初の機関車を記念するモニュメント18世紀には、ニジニタギルは、中鉄や、鉱鉄の主な生産地へと発展し、ロシア帝国の鉱工業の中心の一つとなった。またニジニタギルの鉱山や工場を所有する、デミード、 虹にニニタギルの鉄や銅は19世紀には欧州各地にも輸出され建築資材などに使われた。ニューヨークの自由の女神像はフランスからアメリカ合衆国に送られたが像を鋳造するための金属は虹にニニタギルで生産されたものをフランスの製造業者がデミードフから買い付けフランスで鋳造されアメリカへ送られている。1833年にはロシア最初の蒸気。 機関車がニジニタギルで製造された。これを記念して、製造者のチェレパノフ親子の高さ8メートルの銅像が1956年に市内中心の広場に建てられている。ニジニタギルは1919 19年8月20日、エカテリンブルクの革命軍事委員会により、周囲の町と合併して市へ昇格された。この時、それまでの地名へニジネタギリンスキーザボートから、 現在のニジニタギルへ解消している。1930年の人口は4万2千人だったが、1931年に第2次号可燃計画が始まると、ニジニタギルへ次々に投資がなされた。1932年には、カイ,イ・イージェルジンスキー記念ウラルカ社工場の最初の工場建設が始まり、1936年10月に最初のカ社が製造された。 1937年には路面電車が市内に開通した。1939年には市内最初の高等教育機関である市販学校も開校した。大祖国戦争が勃発すると、ウラルカ社工場は T-34 戦車の主要工場となった。ハリコフにあった第183工場はニジニタギルへ疎開し、ウラルカ社工場へと統合された。対戦中、 3万台の T-34 戦車が生産され、3万台目の T-34 は、今もウラルカ社工場に置かれている。ウラルカ社工場本社工場に、ジニタギルは、エカテリンブルクトッペルミの間に広がるウラルチューブの工業の中心地であり、成功、機械、化学、金属精錬などの大工場が集中している。今日、ニジニタギルは、ロシアの先鉄の7%、 ロール鋼半の6%を生産する。虹にたぎる製鉄所は1992年に民営化され、ロシアの大手鉄鋼グループ、エブラズグループの中核をなす、ロシアでも有数の製鉄企業である。また、毎年7月には、兵器の大規模な展示会も行われ、2年ごとにロシア兵器展示会と国際防衛展示会が交互に開催される。また9月には2年ごとに、 ウラル鉄道、道路、特殊輸送、道路建設見本市が開催される。ウラル貨車工場では、現在も、貨車などの他戦車も製造し、ロシア及び旧ソ連地域の戦車の主要生産企業である。T-72 はここで開発、生産された。T-90、T-14 などの新型戦車の開発も進み、同社は世界へこれらを輸出しようとしている。 虹にたぎるの市街地を見下ろすリシャ山の上に立つ日のみ島。1818 18年に建てられた町のシンボル18世紀前半の工場創業から10月革命にかけて虹にたぎるの産業を支配していたデミードフ家は文化面や地域社会に対しても多大な貢献をなしていた。19世紀には図書館や博物館が開かれ虹にたぎるは ウラル地区の文化の中心地となっていた。現在も多数の図書館も地方市博物館、美術館などがあり、1990年代にも民族市博物館群の形成の発端として、名産の彩色皿を展示する美術館、生活、工芸博物館などが新たに開かれた。デミードフ公園という歴史、文化地区も市内に計画されている。また、ウラル地区の産業遺産や、 産業史を研究する国際会議の開催地にもなっている。虹にたギルにはドミトリー・マーミン・シビラーク劇場、人形劇場、地域劇場という3つのプロ劇場が活動しており、虹にたギル芸術大学には演劇学部もあり、俳優などの養成にあたっている。この大学には音楽学部もあり、多くの音楽家や演奏家を輩出している。その他の大学には、 町の最古の高等教育機関である虹ニにニタギる、国立社会、教育大学、市の南東にある虹ニにニタギる工科大学などがあり、多数の学部を要する。詳細は、カテゴリー、虹ニにニタギる出身の人物を参照。ありがとうございます。